どうも絶対に外さない夫婦ですということで、今回はですね iPhone 14 Pro で月を綺麗に撮れるのか検証してみました。はい、 iPhone で月なんて撮れるのと思っているそこのあなた、実は撮れます。はい、さすがにね、一眼レフで望遠レンズを使用して撮影したクオリティには及びませんが撮れます。はい、なんといっても今回の月の撮影は三脚不要です。はい、三脚不要で手持ちだけで撮れちゃいます。さらに iPhone 純正のカメラアプリで撮れるので外部の有料アプリインストールはいりません。はい、これは非常に嬉しいですね。本当に簡単に撮れてしまうので覚えておく価値ありです。どうせズームしてシャッターボタンを押せば簡単に撮れるんでしょうと思って私も試してみたんですけども、うまくいきませんでした。はい、ですがある方法で撮影するとかなりの高確率で綺麗に撮影できるので、皆さんぜひ今回の動画を最後まで見て試してみてください。撮影方法の紹介に入る前に、先日絶対に外さない夫婦チャンネル1000人突破しました。ありがとうございます。皆様のご登録応援のおかげです。本当にありがとうございます。1000人達成できたことはこれからの動画制作の励みになりますし、本当に嬉しいです。これからもカメラテクニックを中心に絶対に外さない有益な情報をどんどんアップしていくので、今後ともよろしくお願いします。まだチャンネル登録していない方いたら、ぜひチャンネル登録の方していただけると嬉しいです。それでは撮影方法をご覧ください、どうぞ。はい、ということで月を撮るために駐車場にやってきました。はい、今回ね手持ちで月の撮影をしていこうと思います。はい、それではまずはね iPhone の純正カメラアプリを開いていただきまして、まずは写真モードで撮っていこうと思います。最大のね15倍にしまして、近くの街灯にまずはピントを合わせてください。街灯を長押しして AF ロックピントを固定します。でピントを固定したらそのままカメラを月に向けて太陽マークをね少し下げます。そうすると明るさがどんどん下がっていって月面がねくっきりと見えてきます。これでシャッターボタンを押してみましょう。さてどうなるでしょうか。シャッターを押しました。さあ、おい、なんでそうなっちゃう。月面がねくっきり見えてたのに写真を撮った後だとね真っ白になってしまいました。ではもう一度街灯にピントを合わせます。指で長押ししてピントを合わせます。でカメラを月に向けて太陽マークを下げていきます。そうすると月面がくっきりと見えてきます。あ、いい感じ、いい感じ、いいよいいよ、このぐらいでいいかな。それではシャッターボタンを押します。どうだ、おい、何があった、なんでそうなった、なんで真っ白くなっちゃうの。そうなんです、このね写真モードで撮ってしまうと写真を撮った後に iPhone がより良い画像にしようということで、あのね画像補正をしてくれるんですけども、月面を撮る場合だとうまく画像補正ができなくて真っ白になっちゃうんですね。はい、なので写真モードで撮ると月面をうまく撮れないです、正直。はい、私ねこの日以外にも何回か月面をね撮ってみたんですけども、あのね写真モードで撮るとほぼほぼうまくいかないです。9割型撮れない、たまに撮れることもあるんですけども、ほぼ撮れないと言ってもいいです。なので他の方法を試してみました。この他の方法であればほぼ9割型撮れますね。なのでこの方法を紹介します。その方法がビデオモードで撮ることです。はい、ビデオモードで撮るとかなり綺麗に撮れます。まずはカメラアプリを開いてビデオモードを選択、最大の9倍にして先ほどと同じように近くの街灯にピントを合わせます。指で長押しして近くの街灯にピントを合わせます。ピントが合いましたら先ほどと同じように月にカメラを向けます。太陽マークを下げていくと月面がよりくっきりとしてきます。
いい感じになったらビデオの録画ボタンを押します。そうすると画面の上にシャッターボタンがあるんですよ、白いボタン。それを何回か押してみます。そうすると写真が撮れてますので確認してみましょう。はい、ここでは何枚か撮ってみました。それでは確認します。わお、結構綺麗に撮れてるやん。これは動画だわ。おお、いい感じですね。何枚か撮ってみましたが、すべていい感じで撮れてますね。いいんじゃないでしょうか。先ほどの写真モードで撮ってしまうと、撮った後の写真がすべて白飛びしていますが、動画モードで撮って動画を撮りながらシャッターボタンを押すとうまく撮れることが分かりました。はい、おそらくなんですけども、この動画モードで動画を撮影しながらシャッターボタンを押す場合っていうのは、スクリーンショット的な感じで iPhone が写真を保存してると思うんですよ。だから写真モードでシャッターを押した時のように画像補正がされてなくて、見た感じのままの写真が撮れるんだと思うので、月面を撮るときは動画モードにしながらシャッターボタンを押すとかなり綺麗に撮れるので、皆様おすすめですので、ちょっとやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。はい、手持ちでね、ここまで綺麗に撮れれば十分じゃないでしょうか。さすがにね、一眼レフには及びませんが、夜歩いてる時にふと空を見上げて、あ、月綺麗だな、スマホで撮ろう、パシャ、こんな軽い感覚でね、月を撮ることができるので、一眼レフを普段持ち歩いてなくて月撮ってみようかなと思う方、そういう方におすすめですね。いいねって思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。以上、絶対に外さない夫婦でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。